北朝鮮の歴史の中でも特に重要な人物、キム・イルソンをご存知でしょうか。キム・イルソンは北朝鮮の建国を主導し、その後の数十年にわたりこの国を支配しました。キム・イルソンの政治体制とその影響は今日においてもなお北朝鮮に大きな影響を及ぼしています。今回の動画ではキム・イルソンの生い立ちから北朝鮮建国の背後にある歴史、そしてキム・イルソンの残した遺産に至るまで詳しく解説していきます。キム・イルソンの人生を通じて北朝鮮という国の理解をさらに深めましょう。当チャンネルでは朝鮮関連の情報を発信していきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは見ていきましょう。まずはキム・イルソンの生い立ちから見ていきましょう。1912年4月15日、朝鮮の平壌近郊の万元台でキム・ヒュンジクの長男としてキム・イルソンが誕生しました。キム・イルソンの母カン・パンソクはキリスト教徒であり、祖父カン・ドンウクは同信仰の牧師でした。キム・ヒュンジクは日本の支配に反対する活動に関わっていたため、1919年の独立運動の1年後、家族を連れて中国の東北部へ移住します。移住後キム・イルソンはピョンソンの一小学校で初等教育を受け、1926年には民族主義的な背景を持つ正義府が運営する華正義塾に入学するのです。この学校はかつて日本の軍事教官であったチチョンチョンやキム・ギョンチョンによって設立された新興武官学校の伝統を継承していました。しかしキム・イルソンはそこでの学びを早期に終えたそうです。そしてこの時期にキム・イルソンの父はすでに亡くなっていたとされています。父の死後キム・イルソンは吉林省の吉林市にある中学校へと進学しました。ここで彼はマルクス・レーニン主義に深く触れることになり、中国共産主義運動の活動家であるシャン・ユエの下で学び、共産主義運動に積極的に参加するようになるのです。その結果この運動に参加してしまったことによりキム・イルソンは学校を退学せざるを得なくなりました。中学校退学後共産主義運動にのめり込んでいったキム・イルソンは日本の支配に反対する反日運動に積極的に関わっていました。キム・イルソンが初めて加わった反日武装勢力は南満州で活動していた朝鮮民族主義の軍団、具体的にはリ・ジュガンが率いる左翼派の集団です。1930年代初頭中国共産党により派遣された朝鮮の活動家オソンリュン・コミンテルンの原則に従ってリ・ジュガンの部隊に共産党への加入を促しましたが、彼らはこれを断り、そのためキム・イルソンも当時は加入していないとされています。キム・イルソンの共産党入党は1932年または1933年に行われたとの記録が残っており、親しい友人である中国人のチャン・ウワーと共に1932年に入党したとも言われているようです。その後キム・イルソンは中国共産党の指揮下にある抗日パルチザンの一員として、そして1936年以降は再編成された東北抗日連軍に参加しました。東北人民革命軍が主に中国革命に注力していたため、朝鮮の独立運動はしばしば後回しにされていました。さらに朝鮮の隊員は時に親日派として知られる民生団や共助会のメンバーであると非難され、粛清の対象となることもあったのです。後になって同様に親日派とみなされた共助会が設立され、その活動によって粛清はさらに厳しくなります。この時期におけるキム・イルソンに対しては信頼と尊敬が示されている一方で、民生団の一員であるという申告が複数存在していました。それにもかかわらずキム・イルソンは粛清を逃れ、東北抗日連軍内で重要な役割を果たすようになるのです。特に彼は中国人民族主義者たちが組織する抗日勢力との信頼関係を築き、彼らとの連携を深めることに貢献しました。中国共産党への入党後も反日運動を精力的に取り組んでいました。そのような中、1937年6月4日にキム・イルソンが指揮を取る部隊、すなわち東北抗日連合軍の一翼である第1路軍第2軍第6師が朝鮮の漢江南道に位置するポチョンボに夜間攻撃を敢行したのです。通称ポチョンボの戦いと言われるこの事件は、国境を越えて朝鮮領内を襲撃して成功した例が珍しかったことからキム・イルソンの名を広く知らしめる転機となりました。さらには
国境を越えてのこの勇敢な襲撃は非常に珍しく、その成功は大々的に報じられたのです。これに対して日本側はキム・イルソンをターゲットとし、キム・イルソンの捕獲に莫大な懸賞金を設定しました。ポチョンボでの勝利は在満韓国人の祖国幸福会鉱山支部の支援の下で成し遂げられることとなりました。祖国幸福会の創立はオソンリュンが中心となって行われたのにもかかわらず、現在でも北朝鮮ではキム・イルソンがその功績をすべて自身のものとして語っているといいます。その後、日本軍は抗日活動を展開する東北抗日連軍に向けて大規模な掃討作戦を実行に移します。韓国の第19師団所属のヘサンチン守備隊はこの作戦において前線に立ち、抗日連軍に多数の犠牲者を出させ、キム・イルソンらを交代させました。その後、1940年の春に抗日連軍は安徳県に位置する大馬鹿港の森林警察隊に奇襲攻撃をかけ、2名の死傷者を出しつつも約2万3000円の金品を奪取し、約140名の労働者を拉致しました。日本側の記録によれば、戦死者58名、負傷者27名、行方不明者9名を出しましたが、北朝鮮側の資料では戦死者を120名と改ざんしているようです。この時、キム・イルソン率いる部隊は200名余りの中から31名が戦死しました。日本側の策略により東北抗日連軍は激しい損耗を受け、ついには三兵としての隠密活動に追い込まれてしまいます。同年秋にはキム・イルソンは上層部からの指示なく、自身が率いる部隊とともに当時の直属の上司であるウォジュンミンを残し、数名の部下とともにソビエト連邦の沿海州へと逃れる決断を下しました。ソビエト領内への越境後、キム・イルソンはスパイ容疑で一時的にソ連の国境警備隊に拘束されてしまいます。しかし東北抗日連軍での彼の元上司である中国人周保中の保証により、キム・イルソンは釈放されます。その後12月にハバロフスクで開催された会議の後、キム・イルソンは周保中が率いるソ連極東戦線の下の第88特別旅団に他の中国人部隊と共に編入され、第1大隊の隊長に任命されました。キム・イルソンらはハバロフスク近郊の野営地で訓練を、後に北朝鮮政府の核心メンバーとなる準備を整えるのです。1945年の8月、ソ連軍は朝鮮半島の北部、北緯38度線より上の地域を掌握します。この歴史的な瞬間の数週間後、9月19日にキム・イルソンはウラジオストクからソビエト連邦の軍艦プガチョフ号に乗り込み、オンサン港へと足を踏み入れ、故郷への復帰を遂げるのです。キム・イルソンはこの時、ソ連軍の支援を受ける第88特別旅団の一員として帰ってきました。10月14日には平壌で、ソ連軍への感謝を示す大規模な歓迎集会が催され、キム・イルソンはここで初めて広く一般の朝鮮人民の前に姿を現しました。キム・イルソンは南部のアメリカ支配地域とは一線を画し、パク・ホニョンが率いる朝鮮共産党とは別の道を目指し始めるのです。1945年10月10日には、彼の指導の下、平壌に朝鮮共産党の北部朝鮮分局が設立され、その年の12月17日に開かれた第3回拡大執行委員会で、キム・イルソンは責任書記に選出されました。この日は後に、朝鮮労働党の創設記念日として祝われることになるのです。1946年5月、北部朝鮮分局は北朝鮮共産党へと名称を変更し、その年の8月末には朝鮮新民党との合併を経て北朝鮮労働党が設立されました。この新しい政党ではキム・ドゥボンが中央委員会の委員長に、キム・イルソンは副委員長に任命されます。ソ連による占領期間中、朝鮮半島の北側には1946年2月8日北朝鮮臨時人民委員会が設置され、ソ連の指示の下でキム・イルソンがその委員長に選出されました。翌月の3月1日には平壌で開かれた一集会中に手榴弾が投じられましたが、ソビエト軍の保護下にあったキム・イルソンは被害を受けることはなかったそうで無事でした。その後、1947年2月22日には北朝鮮臨時人民委員会が正式な政府組織、北朝鮮人民委員会へと再編成され、キム・イルソンはこの新しい組織のトップとして委員長の地位を保持し続けていきます。しかし、キム・イルソンと彼の派閥は
北朝鮮内の政治勢力の中では相対的に少数派であり、力が弱い集団でした。この状況は1970年代まで続き、キム・イルソンにとって大きな課題となっていました。信頼できる支持基盤の欠如は、党内での権力争いを引き起こし、さらには外国の干渉を恐れる要因ともなってしまうのです。このような背景の中、彼はベトナムの第一次インドシナ戦争を支援し始めたのです。一方のソ連は朝鮮半島の再統一に消極的であり、アメリカも同様に半島の分断を受け入れていました。1948年、南朝鮮ではアメリカの占領下で単独選挙が行われ、8月15日には大韓民国が樹立されます。これに応じ、ソ連占領下の北朝鮮でも国家の建設に向けた動きが活発化し、1948年9月9日に朝鮮民主主義人民共和国が誕生し、キム・イルソンが首相に指名されるのです。その翌年の1949年6月30日、北朝鮮労働党と南朝鮮労働党が統合され、朝鮮労働党が新たに形成されると、キム・イルソンは中央委員会の委員長に、後には総書記に選出されました。1950年6月25日、北朝鮮軍は南への大規模な進軍を開始し、これが朝鮮戦争の火蓋を切りました。北朝鮮の攻勢は、冷戦下でアメリカと対立していたソ連の承認を得た上で、キム・イルソンが中国と密接に協力し、長期にわたって計画された戦略の一環であったことが、後に公開されたソ連の文書で明らかになっています。この計画の目的は、満州地域を利用してアメリカをアジアの戦争に巻き込み、国際的な勢力バランスを変えることにあったようです。戦争の初期段階では、北朝鮮軍が朝鮮半島を迅速に統一するかのように見えましたが、進軍地域での厳しい措置が民衆の支持を失わせ、期待された広範囲にわたる蜂起は発生しませんでした。北朝鮮軍がソウルに迫った際、不可解な行動である3日間の進軍停止があり、この停止期間が南朝鮮の農民層の蜂起を待つためだったという見解も存在します。しかし、この猶予期間が韓国軍にとっては再編成の貴重な時間となり、戦況を立て直すきっかけとなりました。同年9月15日にアメリカ軍がインチョンでの上陸作戦を展開した結果、北朝鮮軍は劣勢に転じます。北朝鮮国民の最高指揮官であったキム・イルソンは、家族を安全な場所へ避難させた後、10月11日には平壌から脱出し、中国の通貨へ向かうのです。10月25日、中国が人民志願軍を朝鮮戦線に送り込み、アメリカ軍の進撃を食い止めましたが、指揮系統は中朝連合司令部に一本化され、キム・イルソンの部隊は限定されてしまいます。結局戦争は38度線周辺で行き詰まり、休戦交渉が進められました。その後、1953年2月7日、キム・イルソンは戦争での功績を認められ、朝鮮民主主義人民共和国元帥の称号を授与されます。そして同年6月、休戦合意が成立し、キム・イルソンは平壌へ戻るのです。キム・イルソンはスターリン式の手法で権力を固め、1950年代に社会主義体制を構築し、1960年代末までに独裁体制を確立しました。1972年には還暦を迎え、国家主席に就任し、個人崇拝が強まっていきます。この時期、国外からの懸念が高まりつつも、キム・イルソンは北朝鮮の国家構築と国際関係強化に注力し、多国間での外交関係を拡大していきました。この中で南北朝鮮間での統一に向けた会談も進められましたが、途中で中断してしまったようです。1980年代にはソ連からの支援が減少し、経済的な困難に直面します。これに対してキム・イルソンは韓国に対して連邦制国家の構想を提案しましたが、状況は改善せず、北朝鮮は経済的にも国際的にも孤立を深めました。1985年には核拡散防止条約に加入しましたが、後に脱退し、核開発疑惑で国際社会からの批判を浴びることとなります。キム・イルソンの晩年は外交努力が続けられ、統一教会のムン・ソンミョンとの会談や国際連合加盟などが行われましたが、核問題は依然として解決されず、経済危機は深刻化しました。最終的にはアメリカの介入により南北首脳会談の道が開かれましたが、キム・イルソンの死により未実現に終わりました。
前述しましたが、キム・イルソンは北朝鮮の国家構築と国際関係強化に注力していましたが、道半ばで1994年7月8日、キム・イルソンは平安北道鉱山郡の官邸で逝去します。死因は心筋梗塞で、長年の心臓病が原因と噂されています。日本人ジャーナリストの中丸薫氏が独占インタビューのために北朝鮮を訪れていた時期と重なり、キム・イルソンの死の数日前から異変が感じられ始めていたようです。キム・イルソンの死去直後、北朝鮮政府は国葬を行い、国民は平壌に集まって悼み、遺体は金秋山太陽宮殿に安置され、3年の喪に服すと宣言されました。この時期、キム・イルソンは米朝関係の改善、経済活性化、そして南北首脳会談の実現に向けて積極的に取り組んでいました。キム・イルソンの死は国内外に多大な影響を及ぼし、暗殺説もささやかれていましたが、こちらは根拠が乏しいとされています。独裁体制を敷き、厳格なイメージが強いキム・イルソンですが、こんなエピソードもあります。終戦後、キム・イルソンは彼の家で働くことになった2人の日本人女性を雇用していました。彼女たちが将来日本が共産主義に転向することを懸念していると知ると、キム・イルソンは共産主義の利点を熱心に語ったのです。しかし彼女たちが、私たちは天皇をより尊敬していますと率直に返答したとき、キム・イルソンはそれ以上の説得をやめ、笑いながらその返答を受け入れたといいます。このように日本に抵抗する勇敢な戦士として名声を築いた人物も、個人的に尊敬する日本人には友好的な関心を示すこともあったようです。厳しいながらも寛大な心を持っていたためか、キム・イルソン死後の1998年に改定された憲法では永遠の主席と規定され、現在まで崇拝され続ける人物となっています。キム・イルソンの後継者として結果的に長男のキム・ジョンイルが選ばれました。この選定過程は秘密裏に行われ、長い間公式には発表されませんでしたが、内部情報を通じて徐々に知られるようになっていきます。北朝鮮では指導者としてのスターリン型、単一の指導者モデルがキム・イルソン死後も続くべきだとの考えがあり、キム・ジョンイルの指名は党の最高幹部たちの合意の下で行われたとされているようです。キム・イルソンの体調懸念が指摘される中、キム・ジョンイルへの後継者指名は早期に行われ、彼の選出は最も優秀で狩猟に忠実な人物という基準に基づいたものであると強調されてきました。またキム・イルソンは家族内での結婚や後継者問題にも介入しており、特に孫のキム・ジョンナムを可愛がるなど、家族間の関係にも影響を与えました。キム・ジョンイルの後継者としての地位は、彼が国内で最も優秀で忠誠心に厚いとされる理由だけでなく、キム・イルソンとキム・ジョンイルの家族としての絆によっても補強されたと見られています。ただしキム・ジョンイル後継の過程が幹部の統制と粛清を伴った世襲目的だったのか、それとも支配幹部の合意によるものだったのかについては詳細が不明なままです。今回の動画はいかがでしたでしょうか。キム・イルソンの物語を追いかけてきましたが、キム・イルソンが築き上げた国家北朝鮮は、キム・イルソンの死後もその孫であるキム・ジョンウンによって引き継がれています。キム・イルソンは北朝鮮の基盤を確立し、国を固めるために様々な政策を実施しましたが、キム・イルソンの統治はまた厳格な統制と国際的な孤立をもたらすものでもありました。キム・イルソンとはただの政治家ではなく、北朝鮮という一国のアイデンティティと歴史に非常に大きい影響を与えた人物です。当チャンネルでは今後も朝鮮関連の情報を解説しますので、動画を楽しんでいただけたら高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。